孔。同 はですね。大阪府堺市の西区、えー、南海本線浜寺公園駅から徒歩13分の場所にある激安賃貸アパートを紹介いたします家賃が3万5千円なんですよお前3万5千円やったら別に激安ちゃうやんけどでももちろんあれですよ敷金、礼金はない、えー、ゼロゼロ物件なんですけど3万5千円やったら言うほど安くないやんけと思いはるかもしれないですけど今回の物件ねえっ、ー、と間取りがね結構日 広いわけなんですよ。えーとですね、1DK ですか。<laughs> つまりね、えーと5畳のダイニング チンとリビングというかです、ね、フローリングの洋室が6畳やから合わせて11畳の広さがある物件でして、そして何より、ですねこれね、堺駅から1、2、3、4、4つ行ったところが浜田公園駅ですけど、この浜田の公園というところは、えー、関西屈指の高級住宅街なわけなんですよね、高級住宅街なわけですから、えー、そこにです、ね、3万5万五千円で住めるっていうのはなかなか素晴らしいことやないですかというわけでして、これ、堺駅、堺駅じゃねえわ、えー、浜田田公園駅なんですけど、 これね奥に何か建物見えてるやないですかなんか立派な建物ねこれね明治時代に建てられた建物なんですけどこれ本来はあれがこの浜寺公園駅の駅舎やったんですよただこれねえー、と前回前回というか以前見てもらった諏訪の森駅と合わせてこの諏訪の森駅と浜寺駅は今ねえー、と線路を降、えー、と線路ちゃんは駅を高架化しようとしてるの高架にしようとしてるんですねだからえっ、ー、とですね 古い駅舎は横に移設してですね、今は仮駅舎みたいなところで営業してるみたいなんですけど、じゃなくてですね、このね、えっ、ー、とさっきの浜寺公園駅からちょっとね、えっ、ー、と西に歩いたすぐの場所にですね、半海電車の浜寺駅って ってやったっけ <laughs> 半開電車の浜寺駅っていうところもね、ここにあるわけなんですよ。これね、浜で、浜半開電車の終点の駅ですわ。ほんでね、えー、その向こうにはちょっと見えてましたけど、そのね、海岸沿いにある浜寺公園もありますえって。まあ、それはともかくね、えーとですね、それはあの、海沿いの方は西側ですけど、今回の物件はですね、駅から東側の方なんで、こうやってね、歩いていってますけどですね、さっきも言いました通り、この辺りはですね、高級住宅 外でしてえなかなかねすごい平、えー、長いやないです。<laughs> すげえ塀が長いし植木も立派なね家がこの家だけちゃうんですよそこいらじゅうにねこんな感じの立派な家がいっぱいあってですねまあだから。<laughs> あの、さっき見てもらったですね、あの、浜寺公園駅ですか、あの駅舎だってね、なんか立派な感じじゃないですか、あれね、国の、えっ、ー、と、なんか知らんけど、文化財として保,保存されてるような、えー、建物でしてですね、明治時代にね、有名な建築家の人が建てた建物をやったのがあったりするというね、なかなかに風格のある、歴史のある街とか言ってる間に物件に着きました、はい、ここ。 この物件なんですよこれね、1階部分が、えっ、ー、とですね、ガレージになってますよね。ほんでね、これ、さっきも言いました通り、間取りはね、こんな感じで、ほんまあ、広々としてますし、あの、窓がね、そこいら中にありまして、だからね、部屋の中も明るい感じですし、ほんで、キッチンもね、なんか壁,壁紙が凝ってますよね。ほんで、ね、風呂はちょっとちっこいですけど、ちゃんと窓がついてるのは嬉しいですし、ほいで、これはなんやったっけトイレか。トイレもね、洋式トイレでね、風呂とトイレは独立。 してますよ。ほんでちょっとなんか味のあるえっ、ー、とですね収納もありますしほんで部屋の中にねえっ、ー、と洗濯機ですか洗濯機をこう洗濯機置けばもありますしほんでねそのすぐ後ろにはちゃんと。 何でしたっけ窓がついてるっていうのも嬉しいじゃないですか。だからほんまにね、広々として風通しがいい。これはね、なかなかにいい感じの物件やなーっていう感じですよ。ほんでね、もちろんエアコンもついてますし、ネットも使えます。そらそうですわね。そらそうですわね。ほんでね、なるほどと。物件はなかなかええなと。でもね、さっきね、あの、駅前見たら、あの、コンビニとか何もなかったやんかでまあそうですよね。高級住宅街っていうのはそんなもんですよね。コンビニとか牛丼屋がね、あの、高級住宅街の駅前にあったら雰囲気台無しですから。だから、それ不便 ちゃうかかと思いいはるかもしれれないですけどこれね物件のすぐ近所からさらにね、えー、と東に行けばですね国道26号線に出ることができるんですねで国道26 5号線に出ればこんな風にですねロードサイドにありがちなコンビニだのねえっ、ー、とフジオフーズのなんたら食堂だのえっ、ー、とですね中尾とかねナ南向こうにナ南も見えてますしあの中古車屋さんとかねガソリンスタンドとかありますしというかですねそうですね ここね26号線にすぐ出れる場所で、ほんでさっきの物件、あの1階部分はシャッターのついた何でしたっけ、駐車場やったじゃないですか。あれね、あの駐車場も、えーとですね、1万円追加してくれたら駐車場を貸しますよって書かれてましたから、ほんでね、あのちゃんとシャッターがついた立派な、えー、駐車場でしたし、あれですよね、あのー、なんかこの、 自分で車持っててでその後ろに商売道具とか乗っける、まあ、つまり現場仕事ね車で現場仕事行くような人にとってはですねああいう車庫っていうのはなかなかいいんじゃいますかね車を置いとくと同時にですねあの商売道具のあの何ですかね重機じゃないわあの商売道具のねあの電動ドリルとかそういうのもね置いとけたりするから、まあ、だから現場車でね現場仕事やってる人にとってはですねなかなか便利ちゃいますかね近くにはねガソリンスタンドもありますし国道25 6号線にもちょっと行けばすぐ乗れるわけですからそんなわけでしてですねえっ、ー、とですねこれねほんまに駅の近くに行けば高級住宅街の雰囲気がね存分に楽しめませんまあ、これもほんますげえな <laughs> ほんまにだからこんな家がそこいらじゅうにあるわけなんですよほんまに <laughs>。 こんなに広く、こんなに広くする必要はねえやろうと思うんですけど、さすがにここまで広いとですね、これ何人で住んでも広すぎるやろうみたいな話なんですけど、まあとにかくね、こういう高級住宅街の雰囲気が空き地あえつつですね、で、国道26号線沿いですから、利便性もありますせというわけでして、なかなかにいい感じじゃないですか。ほんでね、えー、と、また駅のとこ戻ってきましたけど、やっぱね、牛丼屋とか王将とかないわけなんですけど、まあね、なんか食うとこないかなと思って探してたらですね、こんな、 高級ハンバーガー店ってやつなんですかね。まあだから、こういうなんて旅行地にはこういうのあるやないですか。だからこれほんまにね、えっ、ー、と、浜寺公園です。浜寺公園は言うまでもなくね、今現在も結構有名なね、えっ、ー、と、 不眠公園がないん、ね、で、不眠公園として有名なわけなんですけど、まあそもそもね、この辺りなんで高級住宅街になってるのかと言いますとですね、明治時代に、えっ、ー、とですね、明治時代の初めの頃に、毎日新聞社と南海電鉄がこの辺りを、あもの、浜寺海水浴場みたいな感じで、えっ、ー、と、リゾートと、リゾート地として開発したわけなんですよね。で、リゾート地ですから、えー、その周りにね、おしゃれな店とか、まあ旅館とかあったんですけど、そこ、そこ、それやったらね、その 近所に住みたいなっていなうのので、まあ、だからお金持ち別荘地ですね別荘地として、この辺りの住宅街は、えっ、ー、とですね、開発されて、それがですね、だんだん時を経つにつれて、別荘じゃなくて、本宅っちですかまあ、自分が住むような、えっ、ー、と、住居になりましたよというかですね、せっかく美味しい、<laughs> せっかく美味しい、あの、ハンバーガー食ってたのに。<laughs> 味、味やっぱちゃいますね。あの、ビッグマックとかとはちゃいますね。だからね、あのー、んやったっけハンバーガーハンバーグハンバーグの部分がですね、なんか知らんけど、ほんま、一個一個の肉の粒々がわかるぐらいしっかりした、えっ、ー、とですね、肉使ってるみたいな感じで、これはさすがにただもんじゃないです。まあ、千、あのセットでね、千円ぐらいしましたけど、まあね、えー、ビッグマックセット700円から今どれくらいするのか知らんけど、あれで300円出したんだけど、あれが食えるっちゅならうのなかなか悪くないかな、みたいな感じはしましたね。美味しかったです。えー 店何の名前だか忘れたごめん <laughs> まあこの辺り行ったらえっ、ー、とですね目だ分かりますわあなんかハンバーガー屋さんあるみたいな感じで分かりますと思いますわというわけでしてですねこれ三崎公園三崎公園じゃあこの浜ラ公園ですか浜ラ公園ねほんまにねえっ、ー、とですね今はね昔ほどそんなにねえっ、ー、と あの賑やかではないらしいですけど、こうやってね、まあ、あの日曜日ともなれば、テント張ってる人とかですね、プールの周りでね、えーと、家族連れの人が来てたりなんかしたんですけど、今日はイベントの日やったんですかね、キッチンカーとかもいっぱい来てて、なかなかにね、いい雰囲気でしたから、ここのね、あの歩いて遊びに来れる距離っていうのもなかなかに嬉しいやないですか。だからね、まあこれ、あの明治時代の、この地域ってね、ほんま明治時代の湘南みたいなノリやったんですよ。ね、昔あのあの昭和の,昭和の 戦後の頃に、え、湘南ちゅったらんですかね、石原裕二郎とかが住んでるっちゅうんで、なんか知らんけどね、その海辺のところは、えっ、ー、とですね、お金持ちが住むところやったじゃないですか。それがね、明治時代、それの明治時代バージョンですよね。明治時代はこれね、おしゃれな若者とか、金持ちの若者がこの辺とかにたろっててですね、ほんでね、えっ、ー、と、そこには別荘もありましたよ、みたいな土地柄というかですね、えっ、ー、と、せっかくやから、えっ、ー、と、何でしたっけ、これ、鎮で電車ね、チン,チン電車乗って帰りましたけど、まあ、そんなわけでして、今回の物件、 ですねえーとですね、まあ、場所の雰囲気もいいですしねもちろんお金持ちが住むとこですから治安がいいっていうのもありますしそれでいてですね今回の物件に限って言えば国道26号線に近いわけですから、えー、と手近にですねスーパーもあれば高南もあるとほんでね、えー、と1階部分には何やったっけなあの自動車を入れる車庫も1万円で借りれますせというのなら、えー、結構使い勝手いいんじゃないでしょうかそんなとこですねほんじゃまた。